ブーガルー運動の支持者はアロハシャツと戦闘服をしばしば一緒に着いる。ブーガルー運動は大まかに組織されているアメリカ合衆国の極右、反政府、過激派の政治運動。この運動はミリシアとしても説明されている。ブーガルーは2012年から画像掲示板ウェブサイトの4チャンで使用されていたが、2019年後半まで広く注目されることはなかった。 この運動は、銃への支持と、反政府の心情を掲げるグループで構成されている。各グループの具体的なイデオロギーは異なっており、人種などの問題に関する見解も大きく異なる。本来、ブーガルーという言葉は70から80年代にかけて、黒人の間で流行したダンスミュージックのことを指すが、前述の通り4ちゃん等では、インターネットユーザーが、 第二次南北戦争の因果として主に使用していた。それが元のブーガリューカルチャーにおいてメインファッションの一つとなっていたアロハシャツを着用した兵士のようなインターネットミームがルフされると同時に今の形へと変貌していった。そして一部の活動家たちが銃規制反対でも等にアロハシャツを着て参加するようになった。2020年1月に バージニア州リッチモンドで開かれた銃規制反対デモでは複数の人物がプレートキャリアの下にアロハシャツを着用しているのが確認できる。同年4月から5月にかけて新型コロナウイルスの流行に伴うロックダウンに反対するデモが全米で開催されたがそれらの中で一番大規模に行われたミシガン州のデモに複数の活動家らが参加した。なお、その場には ミシガン・リバテ・ミリシアのメンバーや他民兵組織のメンバーらもいた。5月にケンタッキー州ミネアポリスにて警官の指示に従わなかった黒人男性が警官に首を押さえつけられ殺害される事件が発生してからブーガルー運動が世間の注目を浴びることになった。活動家たちはブラック・ライブズ・マターデモに帯同する形で参加し、どうでもを主に支持する活動を行った。 でもに、どのような形で参加したかはバラバラで、警護の名目で参加した者たちもいれば、ボートにより破壊されたパトカーの上に飛び乗る、等の行動をした者もおり、運動を解説する上で非常に難点となっている。この運動は緩く組織されているため、各活動家によって、主義主張は大きく異なっている。しかし、多くは、リバタリアン主義と同調しており、個人の自由に重きを置いている。 また、それと同じように、重規制反対も彼らの掲げる目標の一つである。多くの銃規制反対活動家とは異なり、人種を超えた活動を全面に押し出しているのが特徴である。他にも、これまでアメリカの民兵運動で主流だった3、スリーパーセンタームーブメントを批判したり、ドナルド・トランプ大統領への支持を否定するなど、既存路線からかけ離れた行動を取った者もいる。 ブーアル運動に同調する活動家が逮捕される事件が複数発生している。ありがとうございます。